熱っぽい雰囲気の中で行われております宮城県スポーツセンターのリング上、これからいよいよ第3回チャンピオンカーニバル1回戦再戦の対戦をお送りしてまいります。ジャンボ鶴田対ボブオートンジュニアとの再戦でございます。勝負は30分の一本勝負で行われます。後楽園で最初の試合行いましたジャンボ鶴田ボブオートンジュニアですが、30分引き分けに終わっております。再戦でございます。来日の若手サンバガラスの一人でありますボブ・オートンジュニアです。おなじみのインタータッグチャンピオンジャンボ・ツルタ。レフリーはジェリー・マードックさんです。さて山田さん、1回目の顔合わせで勝負がつかなかったこの両者再戦ということになるんですが、ジャンボ鶴田はどうでしょう。第1回の試合の時にはちょっとボブ・オートンジュニアを甘く見た感じがなかったですか。そうですね、まあどういう心理であったかということはですねちょっと推理することは難しいんですが、はい、とにかくボブ・オートンジュニアはですね予想以上に力を持っているレスラーであるということがはっきり分かりましたね。そうですね。しかしですねやはりジャンボ鶴田としてはですねここで一発頑張って、はい、なんとか今日は勝負を決めないとちょっと上昇路線にあるジャンボとしては歯がゆい感じがしますね。なるほど。最近のこのジャンボ鶴田の自身急成長ぶりから見ましてこの第3回のチャンピオンカーニバル優勝候補ダークホースではナンバーワンの座におりますジャンボ鶴田、しかし1回戦からちょっともたついております。相手はボブ・オートンジュニア。なかなかね、体も非常にいいですよ。大きいですね、はい、ボブ・オートンジュニア。この人のお父さんのボブ・オートンとしての若い頃ですね、大変なアマチュアレスリングの名手として鳴らした人ですけど、日本のファンも何回も来てるんでご存知なんですが、非常にお父さん似の体つきで、はい、しかも動きが速いしスピードもあってテクニックも十分だと、これはもう大変に好ライバルと言っていいでしょう。なるほど。まあしかしこういった相手を倒してこそ、その先がですね非常に面白くなってくるわけですからね。そうですね。赤いトランクスをつけましたボブ・オートンジュニア、ジャンボ鶴田は黄色のトランクスであります。お話のようにボブ・オートンジュニアは1972年10月9日にデビュー、この年には今日相手のジャンボ鶴田がデビューしております。デビューの年が全く同じ。そしてボブ・オートンジュニアは高校大学と、バスケットボールの花形選手でした。これも非常にキャリアが似てるところですね。そうなんですよね。これは大変に不思議なね一気なんですけれども、去年の1973年の年間最優秀新人王ルーキーオブザイヤーに選ばれましたボブ・オートンジュニアです。身長が195、ウエイトが105キロです。上背にも非常に恵まれました。体格を比較してみますとジャンボ鶴田が197センチ、115キロ、身長ウエイトともにジャンボ鶴田が上回ります。なんとしてもこの1回戦は勝ちたいところ。さあ相手を持ち上げました。今度は反対に逆を取られました。ボブ・オートンジュニアフライングメイヤーであります主導権を取りました。ボブ・オートンジュニア、山田さん、今回のこのチャンピオンカーニバルトーナメントはちょっと方式が変わっておりまして、1回戦は、しかしどうしても勝たないことには、決勝まで進出ができないわけですね。そうですね。2回戦で敗れた選手には敗者復活リーグ、これが与えられるわけですね、はい、そのチャンスがあるんで、まだいいんですけれども、1回戦はもうどうしても勝ち抜かなければダメだと、はい、鶴田としては絶対に負けられない一戦であります。相手は新鋭ボブ・オートンジュニア。出世街道の方でも今のところジャンボ鶴田の方が先にチャンピオンシップを握っておりますので、一枚上であります、ジャンボ鶴田。まあしかしボブ・オートンジュニアですがね、アメリカのマット界では今大変に人気を集めてますね、はあ、特にテキサスの帝王と言われるフリッツ・フォン・エリックですね、鉄の爪、あの人が大変にこのボブ・オートンジュニアを買っておりましてね、はい、自分のサーキットでずっとレスリングをやらしてたんですが、ファンの人気もすごいですね。なるほど。
ですから、まあ、アメリカ版ジャンボ鶴田とも言いましょうか。そういうことですかね。まあ、そういう対決ですからね、はい、これはもう目が離せませんね。控え室で、小さい声で話しておりましたけれども、ジャンボ鶴田ほど大きいタイトルではないんですがという前置きで、今ジョージア州の US ジュニアヘビー級のチャンピオンシップ、これを持っていると自慢しておりましたボブ・オートンジュニアです。将来やはり NWA のですね、チャンピオンの資格十分な選手の一人として見ていいですか。そうですね、はい、やはり相当トップランクのですね、座を占めるんではないかという見通しが立ちますね。はい、まあ、体といい全ての条件を持ってますね。さあ、足取り合戦です。足を X 字型にまとめました。ジャンボ鶴田、そしてインディアンデスロックの体勢入った。インディアンデスロックに持っていくことができるか。さあ、ジャンボ得意のインディアンデスロックであります。うまく入りました。いいタイミングから入っております。こういう細かい技をですね、はい、どん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 出していって、ジャンボを少し積極的に攻めないと、どうも後手後手に回ってるような感じがしますね。なるほどね。さあ、強烈に決めておりますインディアンデスロック。前回の後楽園の対決も私じっくり30分フルタイム見たんですが、いわゆるそのジャンボペースといいましょうか、そういったものが全く出ていない、途中でカットされてしまうという感じですね。はあ、後楽園の試合を振り返って、ジャンボ鶴田はいいところまで来ると相手はタイミングを外して間を取って場外に逃げてしまうので、非常にやりにくかったということを言ってますね。ですから、いわゆるジャンボ流の攻め手の流れを変えずしてしまうわけですね。そうですね。さあ、強烈に弓矢固めに持っていきますジャンボ鶴田です。今のところ非常に派手なテクニックを披露するのはジャンボ鶴田。ボブ・オートンジュニア、まだそれほど派手なテクニックは披露しておりません。後楽園の時にもこのボブ・オートンジュニアはサイドスープレックスを見せましたね。非常にスピーディーなですね、投げですね。これはお互いにね、五分と五分の体ですから、はい、ジャンボ鶴田にしてもスープレックスが十分に通用する相手ですよね。ですから思い切って4種類持ってるスプレックス、タイミングよく決めてもらいたいと思います、ね、そうですね。バックを取りましたボブ・オートンジュニア。ボブ・オートンはスープレックス3種類完成したと言っておりますが、ジャンボ・ツルタはもう1種類多く4種類のスープレックスを持っております。バックの取り合い、バックの取り合い、綺麗なフットワーク。ジャンボ・ツルタ大きくスタンスを広げました。どうでしょう、両方の手が完全にどうでしょう、回ってますか。そうですね、ちょっとまだ苦しいですね。はい、相手のボブ・オートンジュニアも大きくスタンスを広げております。持ち上げました、持ち上げました。さあ、どういう技を展開するか。コーナーマットに持っていきました。ロープ最上段に相手を置きました。これはクリーンに分かれます。いいですね。そうですね、まあ、なかなかの力もあるところを見せますね。そうですね、今はボブ・オートンジュニア非常に不利な対戦だったんです、体勢だったんですけれども、綺麗に分かれました。自信をみなぎらせますジャンボ鶴田。俵投げ、左の腕を取ります。ジャンボ、非常にオーソドックスな攻めですね。そうですね。さあ力でロープに持っていきました。ショルダーアタック、打ち勝ったのはジャンボ鶴田。もう一杯、あっと大きな巻き投げ、こう描きます。ボブ・オートンジュニア激しく両者が打ち当たります。今度は巻き投げ、ジャンボ鶴田打ち勝った。さあ、得意なファイティングポーズ、得意なファイティングポーズ、ジャンボ鶴田。さあ、来いと言わんばかり逃げました。逃げ腰のボブ・オートンジュニアです。今のすくい投げは非常にスナッピーというか、はい、投げる瞬間にひねりが効いてましたね。そうですか。ですから、投げられたオートンジュニアの方がですね、思いっきり腰のあたりに打撲を受けてしまったわけですね。今見せた大きな投げもやはり一味違うといった感じですね。そうですね、さあ、ヘッドロックの体勢、エルボーを見舞いました。ジャンボ鶴田です。がっちりと両方の手離しません。首に食い込んでおります。ジャンボ鶴田の太い腕、もう一発二発連続して見せました。エルボードロップ、そしてロープに飛ばす。さあ、どうだ、体当たり、ジャンボ鶴田打ち勝った。フライングドロップキック、これはフロントから決まりました。もう一遍逃げました。ボブ・オートンジュニア逃げました。そしてネックブリーカードロップです。これは効いた。そのままカバーに行く。カウント圧、カウント圧、このままペース取りたいところですね。そうですね、ペースを握りました。日本のジャンボ鶴田でやります。チャンピオンカーニバル1回戦の再戦、どうしても勝たなくてはいけません。
ボブ・オートンジュニアの足が止まりました。強烈なヘッドロック。さあ何を頭の中で考えておりますか。ジャンボ鶴田であります。まあ、あんまりね、はい、オートンジュニアに考える余裕を与えちゃダメですね。なるほど。もう一気火星に攻めなきゃダメです。はい、そうしますと技の連続技ということですね。そうです、そうです、はい、ショルダーアタック、これも打ち勝った。ロープが大きく揺れます。おっとフライングドロップキック、自爆いたしました。ボブ・オートンジュニア背中をもんどりと打ちました。さあチャンスが訪れた。ジャンボ鶴田大きく巻き投げ、フライングメイヤー相手をキャンバスに倒しました。しかし長い足を持っております。ロープのそば、ロープのそば、もう少しリングの中央に連れ戻したい。ジャンボ鶴田であります。大きく力いっぱい締め上げます。ジャンボ鶴田、それにしても長い足ですね。長い足ですね。今度は反対に今肩をキャンバスにつけます。力のありますボブ・オートンジュニア、ウエイトは105キロ。両者が入れ替わります、入れ替わります。なんとかリング中央に連れ戻したいジャンボ鶴田。今度は反対側です。さあ余った手で相手の喉元に手を添えました。ボブ・オートンジュニア暴れまくります。さらに締め上げるジャンボ鶴田であります。両方の肩真っ赤になりました。まあ、ヘッドロックからの抑え込みに行った場合ですね、はい、締めが一番ものを言うわけですね。これはただ苦痛を与えるだけではなくて、もう一つスタミナを奪いますね。なるほど。さあグランドレスリングにも非常に自信を持っておりますジャンボ鶴田であります。前回のエキサイトシリーズではインタータッグ選手権2度防衛、そして NWA 世界ヘビー級チャンピオンジャック・ブリスコに3度目の挑戦を果たしました。惜しくも敗れましたけれども、その試合の後王者ジャック・ブリスコは鶴田の体中に自信満々というプラスアルファが染み込んだと、こういうふうに言っておりました。そのジャンボ鶴田であります。このシリーズにおきましても来週の19日郡山で行われますが、ジン・キニスキー、キラー・コワルスキー組のインタータッグ挑戦を受けることになっております。そのジャンボ鶴田、エルボーシマス氏の連続技、今度は反対にボブ・オートンジュニアがジャンボ鶴田をわーっと思い切ったモーションから打ち込んできます。激しいパンチ攻撃。ボブ・オートンジュニア体が大きいから迫力ありますね。あっとブレンバスターの体勢、これは決まった。ブレンバスター入りました。一瞬の隙をつきましてブレンバスターであります。ボブ・オートンジュニア、カウント2、カウント2、危ない危ない。ジャンボ鶴田油断大敵です。もう一回相手を投げ飛ばす、そしてロープのリバウンドを利用してそのままエルボーを見舞いましたが、これはタイミングを外した。さあチャンスが訪れました。ジャンボ鶴田チャンスが訪れました。このタイミングを逸したくないですね。コブラツイストに入った、コブラツイストに入ります。リングの中央、ロープはまだまだ距離があります。さあいいところでコブラツイストに入りましたジャンボ鶴田。しかしブレンバスター危なかったですね、危なかったですね。実にいいタイミングのいい技でしたよ。はい、ぐーっと絞り上げます。重心を下に落としましたがジャンボ鶴田力でこれを跳ね返す。ボブ・オートンジュニアです。両者一進一退の攻防であります。もう一発喉元へエルボーを見舞います。2連続エルボースマッシュ効いております。ジャンボ鶴田ややダメージが大きいか、しかし振り返す、チョップで返しました。そして自分の体に持ってまいります。そのままバックドロップだ。両者が頭を打ちました。ダメージの大きいのはジャンボ鶴田の方です。そのまま覆いかぶさりました。どうだカウントは、あっと危ない、カウント2。もうほんとギリギリいっぱいですね。危なかったですね。実にねタイミングよくいろんな技を出してきましたね。カウント2までは失神状態のジャンボ鶴田、一瞬立ち上がりました。立ち上がったところジャンボ鶴田の肩口へ、今度はフライングドロップキック、顔面に打ち当たりました。いいタイミングです。そのままカバーに行った。あっジャンボ危ない、カウント2、ジャンボ危ない。完全に今のところ押されてますね。そうですね、完全にペースは逆になりました。ボブ・オートンジュニアのペースです。そのまま体当たり、これも打ち負けたジャンボ鶴田。さあタイミングを外す、ジャンボジャンピングに行った、ジャンボジャンピングに入りました。そのままおっと大きく投げ飛ばす、腰をもんどり打った。またしてもチャンスが訪れたジャンボ鶴田。フロントがあっとダブルアームスープレックス、そのまま投げ飛ばした、ダブルアームスープレックス入った。ジャンボ鶴田早くカウントに行きたい、カウントカウントカウント3、決まった、決まりました。ジャンボ鶴田人間風車決まりました。ダブルアームスープレックス、ボブ・オートンジュニアを捉えました。完璧に入りましたスープレックス。肝心なところで完璧な技が出ましたね。そうですね、ちょっとね姿勢が低いかなと思ったんですが、かなりいいダメージを与えてましたね。はい、それで間髪を入れず抑えに行った、抑え方は非常に良かったと思います。
悪びれず健闘を称え合います。ボブ・オートン・ジュニア、爽やかなアメリカのニューボーイであります。ジャンボするとよくやりました。ダブルアームスープレックスで結局ボブ・オートン・ジュニアを仕留めまして2回戦に駒を進めたわけでございます。